公平です。電動の泡立て器買っちゃいました。カプチーノの牛乳とか泡立てるやつなんですけど、今日はこれ買ったんで、茶せんとこの電動 の、 ミルククリーマーと普通の泡立て器で、抹茶を作ってみてどんな違いが出るかちょっと試してみたいと思います。ちょっと初めてなんで早速開けてみます。結構意外に小さいね。お、スタンドがついてますね。あ、いいねこれ。なんかこれ見るとこういうポット型や縦長型はいいんだけど、なんかこういうボール型みたいなのはあんま良くないみたいな書いてありますね。ちょっと抹茶茶碗で立てるのはちょっと心配ですね。はい、今ちょっと電池を入れて向こうでちょっと洗ってきました。さてどんな風に動くかちょっとスイッチ入れてみたいと思います。おお、結構すごいねこれ。ちょっとどんな風になるか一回お抹茶立てる前にお湯で試してみます。よし、いきます。おお、こぼれた、こぼれました。いやこれちょっと無理かな。おお、こぼれるねこれ。ダメだねこれ。じゃあどうしよう。やっぱり中学に書いてあったように、こういう形のカップでちょっと小さすぎました。ダメみたいです。ちょっとこのポット型でもう一度試してみたいと思います。よし、おお、すごい勢いだな。でもなんとなく混ざりました。じゃあこれでやってみたいと思います。じゃあ抹茶をちゃんと同じグラムになるように測ります。抹茶を入れます。じゃあ立てていきたいと思います。じゃあちょっとお湯を測って。じゃあまず普通の茶せんからいきます。よし。ああ、ちょっとやっぱりお茶碗が小さいので普段より立てにくいです。動かしにくいのでやっぱり泡も立ちにくいですね。よし、これぐらいかな。はい、茶せんのできました。今度は電動の泡立て器いってみます。よっ、いきます。すごい、一気にいきます。これぐらいかな。うわー、すごい、結構一気に泡立ちました。見えるかな、こっちのカメラから。すごいです。よし、じゃあちょっと泡立て器で立てていきます。あ、これは難しいな。茶せんと違って全然なんか泡立ってくる感じがしないですね。あ、でもちょっと落ち着きました。よし、どうだ、できました。ですね、3つ比べてみると、まあ茶せんで立てたのはいつも通りなんですけど、この電動で立てるとね、結構泡がでかいですね。これ泡の量もたくさんできるんですけど、なんか大きな泡が大きめな感じです。でこの泡立て器で立てたものは、そうですね、なんか茶せんと似てるといえば似てます。なんとなく立った感じがします。じゃあ実際に飲んでみたいと思います。茶せんですか。じゃあいただきます。
つも通り美味しいです。じゃあこの電動で立てたやつは、あ、いいですね。そんなに飲み心地は変わりません。ちょっと泡が大きい感じはしますけど、そんなに味が変とかっていうこともないですね。さて最後泡立て器は、あれなんか美味しくない、ちょっと水っぽい感じがして少し苦味があります。やっぱりちょっとしっかり混ぜれてないせいなんでしょうかね。なんかちょっとだけ味がやっぱり物足りない感じがしますね。ちょっと苦い感じもするし、うん、なんかちょっと驚きです。立てる機会でこんな件ちょっと味が変わるってなるとね。3種類立ててみた、感想なんですけど、まあ、この茶せんと電動のものは同じぐらい美味しく立てることができました。でこの泡立て器で立てたのはちょっと味に深みがなくって、苦みがちょっと目立つ感じで、最後になんていうのかな、ざらつき感もありました。見た目はね、この茶せんで立てたのとすごいよく似てたんですけど、やっぱり飲んでみるとあまりちょっと美味しくなかったので、ちょっとこの泡立て器はおすすめしません。でそうなってくると、まあこのどちらかっていうことになると思うんですけど、まあ、こっちの電動で立てたやつね、飲んだ後見てみると泡が結構しっかりしてて、ちょっとやっぱり泡が残っちゃうんですね、器の中に。うん、そういう点と、あとやっぱりこれは立てる器を選ぶので、こういうちっちゃいのだと勢いがすぎて出ちゃったりするんで、そういうことを考えると私個人的にはやっぱり茶せんで立てたのが一番いいかなと思います。皆さんも参考にしてみてください。以上、浩平でした。